インルームダイニングのメニューです。もう名古屋だから名古屋名物があるんですね。味噌カツ御膳、名古屋コーチのグリル、ひつまぶし、名古屋コーチ入りきしめ、ゆず風味。写真はこんな感じだと思います。マリオットバーガーセット、それ和風ステーキ御膳とかな、すごい、ステーキディナー、リンカチャイニーズプレートって書いてあります。結構いい値段しますね。これが一品料理ですかね。日本料理京都鶴屋。中国料理リンカ。アワビのオイスターソースに食べてみたいですね。6150円、すげえな。そしてこれが深夜のメニューですね。これがドリンクですね。ドンピリが48500円、さすがですね。こんな感じです。なお朝食メニューは割愛させていただきました。これはおすすめメニューですね。海鮮丼とか。それ今月のおすすめディナー12000円、タラバガニのフカヒレスープ、牛フィレステーキ、マデラソース。すげえ。20食限定です。セレクトランチセット、マリオットバーガー、フライドポテト添え、ビーフカレー、スパゲティ、トマトソース。美味しそうですね。人はこういう料理長のおすすめメニューには弱く、つい大エビのマヨネーズ和えと香港風焼きそばをルームサービスで頼みました。ルームサービスが来ました。こちらが大エビのマヨネーズ和えと、そしてこちらが香港風焼きそばになっております。それいただきます。今日は、ミニバーから白ワインをいただこうと思います。まず焼きそばから。見た目は色が濃いから辛そうに見えますけれども、そうではなく、すごい味わいがある味です。おそらくお酒に進むでしょう。それとエビマヨです。歯ごたえもあり、甘みもあって、さすが料理長おすすめだと思います。これもお酒が進みます。
ごちそうさまでした。